ホンダユニカブホンダユサン x 自立安定一輪車とは、機械制御により自立安定性を備えた地面に接する車輪を一つしか持たない車両。地面に接する車輪を一つしか持たないという点では、一輪車の一種とも言える。近年、各国でパーソナルモビリティとして、各国で開発が進められており、セグウェイに使用される倒立紳士の権利で前後方向の安定性を、 自動的に維持するワンホイール I-1 やリノ、スプー V3 や、オムニホイールを使用して、横方向の安定性も維持する、U3X やユニカブのような電動式の一輪車が開発されつつ、ある。ロボットでも、村田聖子ちゃんのようなロボットが開発されつつある。2009年9月24日に初公開。オムニホイールを備えていて、横方向の安定性も維持する。 横方向小傾車輪を一輪状に並べている一輪車である。コンセプトモデル。U3X の改良型で2012年に初公開。U3X のオムニホイール改良タイプを備えており、大口型車輪で前に進み、後部に横置きされた、旋回用車輪で左右に旋回する二輪構成である。セグウェイナインボット車が販売、開発する。ハンドルを備えず、 横方向のバランスは人間が維持する必要がある。通常モデルの S、A、E、C シリーズ、オフロードモデルの Z シリーズを展開している。インモチオン社が販売、開発する。ハンドルを備えず、横方向のバランスは人間が維持する必要がある。V3 のミニリンは連結した形状であるが、ナインボットワンやエアウェルとおおむね同じような形状である。 電動式一輪車でラインのモーターズが開発、販売する。ハンドルを備えていて自転車のように人が横方向の安定性を維持する。ハンドルを備えない電動式一輪車。横方向の安定性は人がバランスを取る必要がある。ハンドルを備えていて自転車のように人が横方向の安定性を維持する。2011年4月にイギリスで発売されたハンドルを備えない。 電動式一輪車。横方向の安定性は人がバランスを取る必要がある。45分の充電で2時間利用可能で、途半能力は傾斜15%までで、下り坂や減速時には快生ブレーキで充電する。イギリスでの販売価格は975ポンド。セグウェイ等と同様に、道路においては、原動機付き自転車、または自動車扱いとなる。 ありがとうございます。